たっぷりの花、綺麗ですよね。パンジーにビオラ、そして夏を彩るペチュニア。ガーデニングで人気の花を綺麗に長く咲かせるコツ、ご紹介しましょう。耐寒性のパンジーとビオラは、苗が出回る秋に植えて冬から春まで花が咲き、ペチュニアは春に植えて上手に管理すると初夏から秋まで花が咲き続けます。苗の植え付けには元肥としてマイガーデン植物全般用を土に混ぜ込んでおきます。苗は根鉢を崩さずに植え付けましょう。ここで花をたくさん増やすコツ、切り戻しです。株がひょろひょろと伸びてきたら上半分くらいをカット。すると枝数も花数もこんもりと増えて長く楽しめます。花の咲き始めは追肥をあげる最初のタイミング。株元にマイガーデンを与えてたっぷり栄養補給してください。鑑賞期間が長く次々に花を咲かせるので肥料切れに注意しましょう。ここで長持ちさせるコツ、しぼんだ花や咲き終わった花柄はこまめに摘み取りましょう。見た目が美しくないばかりか種の方に栄養を取られてしまいます。また花柄摘みは病気の予防にもなるんですよ。春に咲く花の球根をあれこれ選ぶのも秋の楽しみの一つですね。その中でもチューリップの球根を植えるときにはちょっとしたコツがあります。植え付け前、球根に病気予防のための殺菌剤処理をしておくことです。そしてマイガーデンを元肥として混ぜた土に球根がしっかり隠れる深さに植えてください。球根を植える深さは花の種類によって違いますから気をつけてください。たっぷりと水を与えます。球根を来シーズンも楽しむためには開花期以降にお礼肥を与えるといいでしょう。さあ皆さんもマイガーデンで元気な花をたくさん咲かせましょう。